ピアノ競争曲第2番委長長 S125R456 はフランツリストが作曲した2番目のピアノ競争曲である。1839年に着手され、同年の9月13日に初稿を完成させている。それ以降、数回にわたって個室や改定を施し、1848年頃に公共的競争曲と名称を与えていたがこれは、 後に取り下げることになる。1849年5月6日に改定を一旦終えているが、リストはこれに納得しなかったのか、初演前年の1856年に再度保筆を行っており、初演後の1861年に決定校が出されるまで局所的に続けていた。全体は単一学章で書かれており、その形式は、 ピアノ競争曲第1番よりもさらに自由で、教師曲風の性格が顕著に浮き彫りにされている。ピアノと還元楽が一体になったいわば高教師とも言える性格を呈しており、詩的な味わいや内面的な叙情性,性が極めて豊かな作品になっている。約20分曲は6つの部分から構成されており、作品全体として自由なそなた形式といえる構造が形成されている。 1> 第1部のアダージョソステヌートアッサイでは、冒頭部で、無限的な基本主題が提示され、第2部のアレグロアジタートアッサイは、エネルギッシュな新しい主題が提示された後もう一つの、新しい主題も力強く提示される。第3部のアレグロモデラートは優美で、表情豊かな部分であり、ロマンティックで美しい世界が広げられていく。第4部のアレグロで小さはダイナミックな部分で、 そこでは強烈で華々しい表現が印象深くなっている。第5部のマルツヤ・アレ・ウンポ・コメのアレグロは、更新曲で、そなた形式の再現部に相当する部分で、第6部のアレグロ・アニマートは、コーダに相当する部分であり、ピアノの活躍が目覚ましく、圧倒的なクライマックスに到達して、結末を迎える。ありがとうございます。